県内で27人が亡くなった宮城県沖地震から、今日で46年です。県庁では、地震と津波、原子力災害の発生を想定した防災訓練が行われています。訓練は、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の地震が発生し、大津波警報が発表され、尾長原発が停止した想定で始まりました。 今年は62の機関からおよそ700人が参加していて、県が原子力災害を含む複合災害に備えて大規模な訓練を行うのは初めてだということです。県庁では災害対策本部が設置され、職員たちが被害情報の収集などに当たっています。被害が甚大なればなるほどですね。 的確な初動対応、そういったものが重要になりますので、手順の確認がありますとか、関係機関との連絡、そういったものでしっかりやっていくということを重要だと思っております。訓練は午後4時半まで行われます。